田の皆さん、見事勝利しました吉田監督にお越しいただきました。おめでとうございます。中断系大事な一戦、大きな勝利となりましたね。そうですね、本当にもう負けられない状態で続いてますので、なんとかっていうわけですよね。選手たちの躍動感あふれるプレーが見られました。そうですね、なかなかこういい感じで試合を運べなかったので、本当に今日はある程度いい形で試合を受けるようになりますね。来週もまたホームゲーム宇野豪戦になります。抱負お願いします。いや、本当に来週勝たないと思います。何でしょう。